今日午前鳥栖市の住宅の玄関先で80代の女性が突然猿に襲われました。猿は去って女性に怪我はありませんでしたが、警察は付近の住民に注意を呼びかけています。猿どこにいたんですか？そう、わからない。そう。急ここら辺におったっちゃなかろうかと思う。今日午前9時半過ぎ。鳥栖市鴻江町の住宅で天本久恵さんが。 洗濯物を干そうと玄関から外に出たところ、突然猿が襲ってきて肩に飛び乗られました。その後、天本さんは猿に頬を引っかかれたり、頭を撫でられたりして怖い思いをしましたが、怪我まではしなかったということです。肩まで登ってきたなら、ここにちょっこり座っとですよ。あの <laughs>。 なんかおちょぐられた方法でね本当に怖かったっけああ怖く離れてくれんね離れてくれんねっちも心の中でさっでね天本さんによりますと自転車で通りがかった男性が気づいて近づいてくると猿はようやく逃げていったということです天本さんや警察によりますと猿は1匹で体長8センチほどだったということです 都市内では今朝早く茅ヶ町でも猿が目撃されたほか、昨日は隣の宮城町でも見かけたという情報があるということです。警察は逃げた猿を捜索するとともに、住民に対して猿を見かけても近づいたり、刺激したりしないよう注意を呼びかけています。